フェルナンド・フランシスコ・レゲス・モータは、ブラジル語やス州出身のサッカー選手。セビージャ FC 所属。ポジションは MF。2005年に、ブラジルのヴィラノバ FC で、プロキャリアをスタートさせた。2007年6月、ポルトガルの FC ポルトに5年契約で移籍。その直後に CF エストレラ・アマドーラにへ、レンタル移籍し、2008から09シーズンに、ポルトに復帰。 ラウル・メールレス、ルイス・ゴンサレスと中盤を形成し、リーグ4連覇に貢献した。2014年6月26日、イングランドプレミアリーグのマンチェスター・シティ・ FC への移籍が発表された。8月10日に行われた FA コミュニティ・シールドのアーセナル FC 戦でイングランドデビューを果たした。マヌエル・ペジェグリーに体制では一定の出場機会を得ていたものの、 2016年にジョゼップ・グアル・ディオラが監督に就任するとフェルナンジーニョがより徴用されるようになり出場機会が減少した2017年8月4日ガラタサライ SKA3 年契約での移籍が発表された移籍金は525万ユーロ2019年7月12日セビージャ FC に移籍したブラジル代表として 2007南米ユース選手権に出場した。ありがとうございます。